ではですね、風間さんの5話、スンバラリア星人の話ね。で、あれ聞いた後、福沢さんの6話は、特に何の変哲もなく終わりました。ので、このまま7話に行きます。と、お話が変わるようです。6人全員の話が終わった。どうやら、このまま待っていても、7人目は来ないようだ。それでも僕は何かを期待してしまう。もしかしたら7人目が来るんじゃないかという期待を。7人目言いにくい。ねえ、もう待っていても仕方ないんじゃない？時間も遅いし、帰った方がいいかも。みんなが黙っているせいか、福沢さんが提案した。そうだな、それがいいよ。僕たちはこの後大事な話があるからね。風間さんだ。地球征服の話？風間さんが僕の方を見て、にっこりと意味深な笑いを浮かべている。まさか、さっきの話を覚えているんだろうか。風間さんと僕が宇宙人で、一緒に地球を征服しようという話を。この人はちょっと頭が変みたいだから、あまり関わり合いたくない。僕はできるだけ目を合わせないように視線をそらした。そうですね。もうお開きということにしましょう。それでは皆さん。立ち上がろうとした僕の手を風間さんが強く握った。ものすごい力だ。動けない。いつの間に僕の隣に来たんだ、この人は。さ、みんな帰っていいよ。あとは僕たちに任して。風間さんは微笑みながらみんなを流した。このままではみんな帰ってしまう。嫌だ。何かとてつもなく恐ろしいことが起こりそうですごく嫌だ。どうする、水上。いや、これ、誰か残ってくれへんかな。なんか、岩下さんは絶対残ってくれないと思うけど、細田さんとか頼み込んだら残ってくれそうやな。どうしよう。多分ね、2番はほんま普通に怠慢になる気がする。みんなパーって帰っちゃって、風間さんと2人で。みんな帰らないで。お願い。僕たちを2人にしないで。僕は叫んだ。とにかく風間さんと2人きりになりたくない。なんとかしてそれだけは避けなくては。おい、水上。お前、風間と知り合いなんだったら最初からそう言えばいいじゃないか。別に俺たちは邪魔したりしないぜ。じゃあな。進藤さんだ。空気読めんな、みんな。進藤さん何か勘違いしている。いやらしそうな笑い方をして。ああ、そうやな。このね、シナリオって、女の子主人公でも見れるみたいなんですよね。だから、多分このあたりの登場人物たちのセリフっていうのは、主人公が水上くんじゃなくて、佐伯さんやった場合にも使えるような、セリフにしてるんじゃないかな？違う、違うんだ。進藤さん、僕は初めて風間さんと会ったんですよ。お願いです、行かないでください。遠慮すんなよ。俺たち邪魔者はさっさと退散させてもらうぜ。さ、みんな帰ろうぜ。お前、先導切んなや。みんなニヤニヤ笑っている。岩下さんも？そしてみんな次々と部屋を出て行った。ああ、僕の心臓を強烈な絶望感が襲う。これ男の子主人公やからいいけど、確かに女の子主人公やったら怖いな、これ。みんながいなくなると、風間さんの僕を捕まえる手がふっと緩んだ。なかなかうまい演技だったじゃないか。僕たちの任務がバレてしまっては困るものな。君は見かけによらず頭がいい。さあどうしよう。打ち合わせを始めよう。風間さんが嬉しそうに笑った。今なら逃げられるかもしれない。でも逃げるのに失敗したら何をされるかわからない。風間さんの危うさはちょっと尋常じゃなさそうだからな。どうする？どうする？逃げてみたくもあるよな。とりあえず話し合うか、セイキルトっぽいの選ぶか。
セイキルトっぽいか今なんか私完全にスンバラリア星人としての側で今答えたけど逃げるよな普通。いや、今逃げるのはまずい。もう少し様子を見て、風間さんに隙ができてから逃げる方がいいだろう。その方が可能性も高いし安全だ。風間さん、僕の手を離してくれませんか？ちょっと手が痛いですよ。おっと失礼。風間さんの手が僕の手から離れた。これで少し安心だ。もう少し様子を見て一気に逃げよう。まだ日本語を話したいかい？この国の言葉は難しいからね。ついに訳のわからないことを口走り始めた。またさっきの意味不明の言葉を発するつもりだろうか。どうする？疑われるとまずい。かといってあんな言葉はなかなか喋れるもんじゃない。これは下手な答えは言えないぞ。どれやろう。でも私が水上くんの立場やったら、とりあえずお茶を濁すかな。黙ってにっこり微笑んで、あの、撮りたいように撮ってって。まあでも撮りたいように撮ってで母国語で喋ろって言われたらもうそれは終わりやけど、僕はとりあえず黙って風間さんに微笑みかけた。どうしたと言うんだい？にっこりしちゃって。風間さんもニコニコ笑っている。聞いてくれよ。実は僕は記憶喪失らしいんだ。地球に来る途中でアクシデントがあってね。残念だがスンバラリア星での生活はあんまり覚えていないんだよ。スンバラリアの言語も断片的にしか覚えていないんだよ。うっ。僕は彼の前で大げさに悲しんで見せた。ちょっとやばいんちゃうか？踏み込みすぎちゃうか？そんな事実があったなんて知らなかったよ。そうとも知らずに僕はなんてひどいことを君に言ったんだ。許しておくれ。風間さんは僕のことを心配してくれているらしい。自分の心配をした方がいいと思う。今心配すべきものは風間さんの頭のことだと思うんだけどな。でも大丈夫。僕が君の記憶を取り戻してあげるよ。風間さんはそう言って僕を見た。そして僕の方へと歩み寄ってくる。もう目の前には風間さんの顔しか見えない。一体何をする気だろう。彼の目を見ているとだんだん気分が良くなっていく。水の中に自分が浮いているようなそんな感覚だ。風間さんは僕の額に手を当てていった。さあリラックスして目を閉じてごらん。え？僕は夢の中にいるのか現実の世界にいるのかよくわからないようなとてもいい気持ちになった。彼の言うことを聞く？え？閉じてみる？瞳を閉じてみる？そして僕はゆっくり目を閉じた。するとどうだ？僕のまぶたの裏にはスンバラリア星人として暮らしている自分の姿があったんだ。これがスンバラリア星人なのか。そこに映っている異星人が僕だと分かったのはなぜだろう。人間とは全く違った姿をしているのに、なぜだかそう思えてならなかった。そこには僕がスンバラリア星に生まれて成長するまでの過程が全て映されていた。この映像は最近の僕らしい。僕には妻がいて3人の子供がいた。あ、今度は僕の妻と子供が泣いている。これは僕が地球に派遣される前日の出来事らしい。そして僕は地球に到着する前に事故で記憶喪失になったのか。さ、目を開けてごらん。風間さんの声が響いた。ああ、なにこれ。これ風間さんの正体？うわ、風間さん、化け物。僕は思わず大きな声を出していた。そこには風間さんではないアンモナイトのような頭を乗せた怪物が立っていたのだ。何を驚いてるんだい？これは僕たちの本当の姿だろ？そいつは言った。
嫌だね、この人は。この姿は生まれた時からでしょうが。僕はふと窓ガラスに映った自分の姿を見た。嘘だろ。そこにはアンモナイトのような頭をした怪物が2体映っていた。そして僕は自分の顔を手探りで触ってみた。顔はつるりとでかく、口元には触手のようなヒゲがわしゃわしゃと生えている。これが僕の顔か。僕は一体どうなってしまったというんだ。さ、記憶も戻ったことだしさ、君は一旦スンバラリア星に帰った方がいいよ。奥さんが心配しているからね。後のことは僕に任せてくれ。スンバラリア星人は僕に優しく言ってくれた。その時、キーンという耳鳴りが僕を襲った。え？思い出したぞ。僕はスンバラリア星人だ。あの時記憶をなくして困っていた僕は地球人の体を乗っ取ったんだっけ。そしていつの間にかその人間の思考と記憶が同化してしまっていたんだ。やっと思い出せたんだ。どうしよう。僕は目の前にいるスンバラリア星人と固く抱き合った。喜びの涙を流しながら。とりあえず地球にある秘密基地まで送っていくよ。落ち着いたら早くスンバラリア星に戻るといい。今日は語り明かそう。どうしよう。スンバラリア星人はワッペンのようなものを取り出すと片手を挙げた。一瞬空が光った。外はもう暗かったので昼間のように辺りが明るくなる。その明かりはすぐに消えてまた元の暗闇が戻ってきた。そしてもうそこには二人のスンバラリア星人の姿はなかった。あ、地球の秘密基地に行っちゃった。ハッピーエンド。でもそうやんな。ハッピーよな、このエンディング。いや、だって、まあまあ、地球の皆さんからしたらハッピーじゃなくなるかもしれんけど、この後。私たちからしたらね、なくしていた記憶を取り戻すし、これから地球征服するし、離れ離れになった妻と子供に会えるしね。じゃあ次ちょっと目を閉じない選んでみよっか。目を閉じなければ記憶をね、取り戻さないわけですし。ではここですね。目を閉じてしまうと、私はスンバラリア星人であった記憶を取り戻してしまうので、目は閉じません。開けっぱです。まぶたが重い。目を閉じてしまいそうだ。彼の言うことを聞きそうになった僕は思わず頭を振った。ここで彼の言う通りにしたら何をされるか分かったもんじゃない。でも、とてもいい気分だ。まぶたが閉じてしまいそうなのをこらえて、かろうじて半分だけ目を開けた。あ、もういるわ。うっ！するとどうだ？ぼんやりした視界の中に、変わり果てた風間さんが見えた。頭にはアンモナイトのようなものを乗せて、手や口からは触手をにゅるりと出していた。驚いた僕は何とかして逃げようとしたが体が動かない。そうこうしているうちにそいつの触手がだんだん僕の体に伸びてきたんだ。ヌメヌメした触手が僕の肌を這い回っている。僕の鼻や口や耳に入り込もうとうごめいている。それとは裏腹に体の方はますます気持ちよくなってくる。僕はその気持ちよさにもうどうなってもいいと思い始めていた。このままでいいのか、みなかみ。あかんな、2番タグ思い出すから、スンバラリア星人の記憶を。このままではいかん。このままではダメだ。そう思った僕は体に力を込めた。うわー！するとどうだ、僕の体からオーラのように眩しい光が発せられたんだ。ギャッ！そいつは短い叫びを上げると、触手を僕の体から引き離した。我に返ると、さっきの光は体から消えていた。え？スンバラリア星人は僕を見て怯えているようだ。小刻みに体を震わせているのがわかる。サイヤ人だということがバレてしまった。お前は、
ひょっとして、伝説の?彼はキレキレの声で言った。僕は一体何者なんだ?さっきの光は何だ?何か体に熱いものが駆け回っているようだ。何かが思い出せそうで思い出せない。僕はつぶやいた。彼は言った。自分の正体を知らないのか?さっきのあの光は伝説のハンター、ボ・ヘリト星人。言いにくい。ボ・ヘリト星人のオーラと同じものだったぞ。ボ・ヘリト星人?頭が。キーンという音とともに僕は気が遠くなっていくのを感じた。私の声が聞こえますか、水上。さっきは驚かせてしまってごめんなさい。私はスンバラリア星人。ん?私はスンバラリア星人が言った通り、ボッヘリト星人なのです。私たちの種族は全員が犯罪者をハントすることで成り立っているのです。私たちはいろんな惑星に潜り込み、宇宙犯罪者を探して始末するのが役目なのです。今回は君の体を借りました。無断で君の体を借りたことをすまなく思っています。お願いです。君の力を貸してください。貸します。二つ返事。何が何だかわからないが、とりあえず、あの風間さんの慣れの果てに好きなようにはさせられない。わかりました。僕は何をすれば?僕は焦って言った。私を助けてスンバラリア星人を倒したいと祈ってくれませんか?それだけでいい。さあ、行くよ。僕は心の中で一生懸命祈った。その時、体の奥で熱い何かが弾けたような気がして、吹っ飛ばれに帰った。まだいるで。こうなったら地球侵略を速攻で実行しなければ。スンバラリア星人が言う。そうはさせん。僕は思ってもいないことを口走ってしまった。どうやらボッヘリト星人の意識も僕の思考に混じっているようだ。またさっきと同じように僕の体が光り始める。さっきよりも激しく光を発しているようだ。そしてあたりをまばゆい光が包む。僕は眩しさの中でも目を閉じることはない。スンバラリア星人が光の中に消えていくのを僕はじっと見ていた。あ、光が収まるとスンバラリア星人は跡形もなく消えていた。僕はあまりの展開に呆然とするしかない。結局風間さんは本当にスンバラリア星人だったんだな。ただの頭の変な人かと思っていたのにな。その時、僕の頭の中にさっきの声が聞こえてきた。ボッヘリト星人って言ってたっけ?ありがとう。君のおかげで異星人の侵略を防ぐことができたようです。大変申し訳ないが、君の体をまた貸してほしいんだ。よろしく。私のことをコントロールできるように精神修行しなさい。すごいな。私を乗っ取ってる側がさ、自分を使いこなせるように修行せえって言ってんの。そうすればいつでも私を呼び出せますよ。そうでもしないと私もつまらないですしね。なんだって?ちょっと待てよ。僕はいいよって言ってないじゃないか。ちょっと。何も答えてくれない。もう勝手に決めて。ボッヘリト星人って強引だな。まあいっか。でもちょっとかっこいいよね。ハンターってさ大丈夫か、水上。受け入れちゃった、これ、ボッヘリト星人を。受け入れてるわ。なんか、他人に体乗っ取られんのは尺やけど、ハンターでボッヘリト星人ってかっこええよなってちょっと思っちゃってるから、もうこれは無理やな。引き離すことはできん。
ではね、動画の時間もちょっとしか残ってないので、ここで力を貸さないを選んで、今回のパート終わりましょうか。貸すもんか！ちょっと待ってよ。僕にはどっちが悪者なのか判断するものがないんだよ。急に出てきて、俺に力を貸せなんて都合が良すぎるよ。それに僕の体を勝手に借りていたっていうのもひどいじゃないか。そんな奴の力になんてなれないね。僕はちょっとムッとして言った。わかりました。せっかく助けてあげようと思ったのに、そんな言い方はないですよ。私はとても傷つけられました。もう勝手にしてください。水上の言う通り、私はここから出ていきます。なんか新井さんチックやなこいつ。ボッヘリト星人はそう言った。すると、今まで僕の体を駆け巡っていた熱いものがふっと消えていくのが分かった。どうするんこれ。殺されるかな。水上くん、君もバカだね。せっかく伝説のハンター、ボッヘリト星人の力を借りることができたのにね。もうこの地球は君の一言で見捨てられてしまったんだよ。遠慮なく僕たちが地球を侵略させていただきますよ。ふふふ。そんな、僕だってあんな態度を取ったのは、ことが急に展開しすぎてついていけなかったからだ。問題を一個一個解決しようとすると、また何か別の問題が起こるんだからどうしようもない。そしてスンバラリア星人はワッペンのようなものを取り出すと片手を挙げた。一瞬空が光った。外はもう暗かったので昼間のように辺りが明るくなる。その明かりはすぐに消えて、また元の暗闇が戻ってきた。スンバラリア星人はもうそこにはいなかった。よかった。あれは全部幻だったんだ。そしてふと廊下を見る。僕は言葉を失った。そこには廊下を埋め尽くすほどのスンバラリア星人がこちらに向かって歩いていたんだ。夢じゃなかったんだ、全部。僕はただ立ち尽くすことしかできなかった。ああ、スンバラリア星人、侵略エンドか。そうやな、これはバットやな。ねえ。まあ、でもね、目を閉じないでいるルートはこれで全部見れたかな。でね、やっぱりこの隠しシナリオね、さすが隠しシナリオと言うべきか、ルート分岐なかなかありますのでね、しばらくお付き合いいただくことになると思うんですけど、よろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。